出席議員63名であります。これより会議を開きます。これより日程に入ります。日程第1、県第61号議案、令和6年度広島県一般会計補正予算から、日程第19、法第16号損害賠償額の決定についてまでの各案を一括上程議題といたします。昨日に引き続いて質問を行います。栗原俊司君。皆さんおはようございます。公明党広島県議会議員団の栗原俊司です。会派を代表して質問いたします。まず最初に本日早朝素晴らしいニュースが舞い込んでまいりました。大谷翔平選手おめでとうございます。わからない人はわからないで結構ですけども、それでは質問に入らさせていただきます。はじめに先月末に発生した台風10号により犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。被災地の一日も早い復旧復興をお祈りいたします。質問の第1は被爆80年の広島県の取り組み方針についてお伺いをいたします。来年2025年は被爆80年の節目を迎えます。国際社会の厳しい現実と向き合いながら、唯一の被爆国である日本が核兵器のない世界に向けどのようなモーメンタムを作り出していけるのかが問われております。また戦後80年の国連創設80年でもあり、世界ではロシアによるウクライナ侵略が長期化し核兵器使用のリスクが懸念される中、国際社会の平和と安定のために日本の果たす役割が改めて問われる年になります。今年の平和記念式典で湯崎知事は核兵器使用の可能性に強い危機感を示され、力による現状変更を批判するとともに、核廃絶は遠くに掲げる理想ではない、今必死に取り組まなければならない、人類存続に関わる差し迫った現実の問題だなど力強いメッセージを発信されました。広島市では被爆80周年記念事業として、これまでも行ってきた原爆死没者の慰霊と被爆者の援護に加え、平和文化の振興を柱の一つに掲げ、文化芸術活動、スポーツ交流、景観や建築物などを通した平和発信、平和都市としての国際的な認知度向上などに取り組むことを発表されました。すでに今年度の当初予算に1億3671万円を計上し、その一部の事業をスタートさせています。また核兵器廃絶を目指す科学者の国際組織パグウォッシュ会議が明年広島で世界大会を開催するとの報道がありました。県においても核兵器廃絶に向けたビジョンを発表し、国際社会へ広く発信するなど、広島市とも連携しながら将来に向けた具体的な取り組みを推進していただきたいと考えます。そこで広島県として被爆80年の節目の年をどのように迎え、今後核兵器のない世界に向けてパグウォッシュ会議、世界大会など広島で開催される国際会議等への支援なども含め、どのようなアクションを起こすのか、また国際社会へどのように発信するのか、合わせて知事にお伺いをいたします。質問の第2は人口減少少子高齢化対策について4点お伺いをいたします。1点目は人口減少対策の今後のビジョンについてです。民間の有識者などで作る人口戦略会議が今年4月に全国自治体の約4割にあたる744自治体を消滅可能性自治体と位置づけた地方自治体持続可能性分析レポートを公表いたしました。このレポートでは近年の各自治体の
人口減少対策が出生数を増やすという自然減対策よりも人口流出の是正という社会減対策に重点が置かれすぎている傾向があったと指摘しております。このため地域間での人口の奪い合いとなり少子化対策の取り組みは低調であったことから結果として2023年に生まれた子どもの数はピーク時から3分の1以下にまで減少し合計特殊出生率は 1.20 と過去最低になりました。地方における人口減少は今後より厳しい状況となることが予測されます。少子高齢化を伴う人口減少が 今以上のスピードで進むことを前提に政策を準備し実行しなければならないと考えます。そこで本県においては国立社会保障人口問題研究所が示した地域別将来推計人口等をもとに改めて実態に即した人口ビジョンを作成するとともにビジョンや対策の検討にあたっては人口減少がもたらす課題への住民理解を深めながら10年後20年後に目指す地域社会の姿をできるだけ多くの主体の参加を得て議論することで人口減少をむしろ地域社会進化のチャンスとしなければならないと考えますが知事のご所見をお伺いいたします。2点目は地元に残る若年層への支援についてお伺いをいたします。広島県の2023年の転出超過数が1万人を超え前年からの転出超過数の拡大も全国で最も大きくなっている現状を受け県では若い世代の転出抑制と転入促進両面の対策を検討するプロジェクトチームを今年度から立ち上げられました。既存施策のブラッシュアップや新たな打ち手を検討され実効ある施策が展開されることを強く望むものであります。そこで私は地方で生まれ育って地元を支えている若者たちいわゆる地元就労層にもっと光を当てるべきとの提案をしたいと思います。高卒専門学校卒の若者の地元就職率は高く彼らの多くは福祉、医療、製造、運輸などのエッセンシャルワーカーと呼ばれる職に就き地元社会の要の役割を担っております。広島労働局の調査によると来春卒業する広島県内の高校生の求人倍率は7月末で 4.65 倍と記録が残る1992年以降で最も高くなっているものの就職希望は6年続けて前年を下回り5年連続で過去最少となっております。人手不足が長期化し人口流出に歯止めがかからない中若い世代に地元で働いてもらう取り組みが全国で相次いでおります。地場企業の業務内容や雰囲気を肌で感じてもらう中高生対象のバスツアーを開催するとか高校生向けに報酬付き就業体験事業を行うところもあります。高卒人材が入社3年で4割弱が離職する現状を捉え複数の企業による合同研修で入社後の教育環境を整えるなどの取り組みもあります。そこで本県においても雇用の安定、賃金の上昇、人間関係を豊かにする就労環境の充実などあらゆる応援策を駆使して地元に残る選択をする若者を社会全体で応援する施策があっていいのではないかと考えます。知事のご所見をお伺いいたします。公明党はこれまで若者と議員が車座で語り合うユーストークミーティング若者参加型の政策アンケートボイスアクションなどを通じて若者の声を直接聞く取り組みを重ねてまいりました。広島県内では年頭より若者の声を生かした政策の実現に向け街頭や SNS によるアンケートを展開しこれらの結果を集計分析し子ども子育て教育持続可能なまちづくり働き方改革多様な主体の活躍医療福祉の5分や31項目の政策提言書にまとめ上げ先日矢崎知事にお届けをいたしました。またこれらの取り組みを進化させ議員が若い皆さんと一緒に議論して政策立案をするユースディスカッションを開始したところであります。そこで3点目はこのユースディスカッションでテーマとなった結婚を望む若者への支援についてお伺いをいたします。
2023年の出生数は727,277人と8年連続で過去最少を更新するなど少子化が加速しております。その大きな要因の一つは未婚者の増加です。50歳児の未婚率は上昇傾向にあり、2020年の国勢調査で男性は約3割、女性は約2割に上ります。また結婚したくてもできない、いわゆる不本意未婚が若年層で約4割に及んでいるといいます。言うまでもなく結婚は個人の自由です。ただ結婚したくてもできない人がいることに目を向け、政策的なサポートを検討するのは政治の責務です。公明党のユースディスカッション参加者の9割は公的な結婚支援の必要性を認めており、経済的な支援を求める声が最も多かったようです。具体的には賃上げしやすい環境整備など若者世代の可処分所得を向上させる取り組みが必要と考えます。また経済的な支えも必要で、新婚生活に伴う引っ越し費用、家賃への補助などの支援策の強化や、また価値観の多様化や情報化社会の進展を踏まえ、資産形成や行政サービスの利活用をはじめ、結婚・子育ての準備に関するライフデザインについて相談・学習・支援を行う体制の充実も必要と考えます。そこで結婚を望む人が結婚できる環境づくりに向け、男性の育児休業取得率の向上や、そのための企業や支え手となる従業員への支援など、若者が安心して結婚に踏み出せるよう、若者のニーズに沿ったより強力な支援策を検討してもらいたいと思いますが、知事のご見解をお伺いいたします。4点目は単身高齢者対策についてお伺いをいたします。国の推計では65歳以上の単身世帯は2020年の738万世帯から50年には 1.5 倍の1,084万世帯に増え、全世帯の2割を占める時代になるとされております。高齢者で一人暮らしが増える要因として、長寿化による増加と高齢の親とその子が同居しなくなった核家族化が挙げられますが、今後は男女ともに未婚化の影響も加わり、家族に頼ることが一層難しくなるケースの増加が見込まれております。このような中、政府は今年度から身寄りのない高齢者の身元保障や財産管理といった生活上の課題を支えるモデル事業を開始いたしました。モデル事業は対象となる高齢者の経済状況に合わせて2種類ありまして、民間サービスを利用できる余裕のある人には市区町村が設ける相談窓口で対応し、配置されたコーディネーターが公的支援と民間サービスを組み合わせて包括的な支援をサポートします。民間サービスを受ける経済的な余裕のない人には市区町村にある社会福祉協議会などが対応し、入院や介護施設への入所といった各種手続きの代行や緊急連絡先の引き受け、葬儀や遺品処理などの死後の対応までパッケージで提供します。いずれも身寄りのない高齢者の身元保障を確保した上で、希望に応じたサービスを受けられるようにするもので、老後を安心して暮らすには欠かせない仕組みとして期待されております。また単身高齢者の持ち家率低下などにより、高齢者の賃貸住宅へのニーズが高まることが予想されますが、一方で孤独死した場合の対応や家賃滞納などの懸念から、単身高齢者の入居を親が拒むケースがあるため、借り手と貸し手の双方が安心して利用できる賃貸住宅市場を整備する体制づくりも国において検討がスタートしております。そこで今後単身の高齢者の増加が見込まれる中、家族など頼れる身寄りがいなくても県下どこであっても安心して老後を過ごせる仕組みや住環境を整えることが重要と考えますが、知事の見解をお伺いいたします。質問の第3は持続的な成長を可能とする中小企業支援策についてお伺いいたします。財務省が4月22日に発表した地域企業における賃上げ等の動向についてによると、2024年度に基本給を底上げするベースアップを実施すると答えた企業は 70.7% と前年比 6.3 ポイント上昇いたしました。
ベアと定期昇給を合わせた賃金の引き上げ率を 5% 以上と回答した企業の割合は大企業で 53.8%、 中堅・中小企業等で 24.4% となり、いずれも前年度に比べ増加しており、賃上げの流れは中堅・中小企業等にも広がっていると分析をしております。一方、取引先の理解が得られないなどの理由で人件費を商品やサービスの価格に転嫁できていない中堅・中小企業等は 50.2% に上っております。また企業からは人口減少や低賃金が常態化し人材不足を招いているなどの声もあり、賃上げしたものの4割程度は引き続き採用に頭を悩ませています。賃上げ促進税制の実施などの政府の後押しもあり、賃上げに取り組む中小企業は増えておりますが、採用の増加と賃上げの両立が困難だと捉える事業者も少なくありません。今後日本が成長型の経済へと転換していくためには、賃上げの勢いを持続させ、その効果を実感できる家計の所得向上が求められております。その鍵は雇用の7割を占める中小企業の取り組みだとされており、持続的な成長を可能とする経営戦略の構築と生産性の向上は多くの企業にとって避けられない課題となっております。中小企業ではウェルビーイング経営への取り組みとして、働く環境の改善や労働時間の短縮に向けた省力化や不必要な業務の削減、新しい技術の導入などの検討を進めようとしております。最適な働き方や経営戦略を見出す努力は今多くの企業に求められております。そこで中小企業の持続的な成長に向け、働く環境の改善や生産性の向上などの課題を克服しようとする企業に対し、県として支援を行うことが重要と考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。質問の第4は、障害者雇用の環境整備についてお伺いいたします。改正障害者差別解消法に基づき、今年度から障害者に対する合理的配慮の提供が民間事業者においても義務化され、各職場で障壁解消の取り組みが進んでおります。また障害者雇用促進法に基づく法定雇用率が2024年4月に 2.3% から 2.5% に引き上げられ、26年7月には 2.7% になるため、こうした法定雇用率の引き上げを見据え、障害者雇用を加速させる企業が増えております。企業は障害者の働く場のさらなる確保や幅広い仕事を任せてやりがいを高める取り組みに力を入れており、障害者を特別枠で考えるのではなく、必要な業務内容で雇用したいと考える企業が増えてきたと専門家は評価しております。障害のある人の雇用促進には社会全体の理解と協力が欠かせません。当事者がさまざまな分野に参画し活躍できるよう、県もしっかり支える体制を強化していく必要があります。障害のある人の雇用を大事にする企業は、従業員一人一人を大切にする企業に他なりません。企業価値を考える上でも、障害者雇用や就労環境の改善は今後も重要な指標の一つになっていきます。障害者就労のさらなる促進に向けては、当事者と企業のマッチング強化へ、各地のハローワーク間の連携やハローワークと企業との協力を一層進めていかなければなりません。ハローワーク以外の民間事業者による職業紹介も手厚く支援すべきであり、特別支援学校と企業との間でのマッチングも積極的に展開すべきと考えます。障害者を積極的に雇用している企業に話を伺いますと、障害者雇用における企業の課題は多様化しており、障害者個々の対応を含めて企業向けに障害者雇用を総合的にサポートする国、県、市、町が一体となったワンストップ窓口が必要だとの意見を伺いました。さらに安定的な雇用と処遇改善に取り組む企業を応援するための奨励金などの施策展開も重要だと思います。障害の有無にかかわらず、誰もが生き生きと活躍できる社会の実現へ、きめ細かな施策作りが求められます。そこで障害者雇用の促進に向けた環境の整備について、
県として今後どのような施策を推進していくのか知事にお伺いをいたします。質問の第5は介護支援専門員についてお伺いいたします。要介護者、要支援者や家族の相談に応じ介護保険サービスの適切な利用を支援する介護支援専門員、いわゆるケアマネは介護保険制度を支える要の存在ですが、日常業務や資格更新時の重い負担などを背景に人手不足が深刻化していると聞きます。ケアマネは介護保険サービスの利用に欠かせない計画書、ケアプランの作成や利用者と介護サービス事業者との間でのサービスの調整などを行います。近年こうした業務に加え新たな事務作業や業務範囲外の対応に追われることが増えていると聞きます。現役のケアマネとして働く方に聞きますと、事務作業が年々増加、複雑化し行政に提出する書類の量も多くて大変だ、困っている利用者から深夜や休日でも電話がかかってくるため休む間もないというふうに言われます。またケアマネの平均年収が全産業平均よりも低い水準にある中、業務内容が報酬に見合っていないと指摘しております。介護業界ではどの職種も人手不足が深刻で有効求人倍率が高く推移しており、中でもケアマネは昨年12月時点で 4.38 倍と高い水準にあります。需要が高まる一方で担い手の育成はそれに追いついておらず、ケアマネの資格試験の受験者数、合格者数は1998年の第1回試験以降減少しております。資格があっても従事しない潜在的な人材も多く、厚生労働省によりますと資格取得者数は2020年時点で累計約70万人いますが、従事者数は約18万人にとどまっております。またケアマネは5年に一度資格の更新研修を受ける必要がありますが、その内容や費用は現場から不評と聞きます。広島県の初回更新研修の受講料は67,680円、2回目以降は28,400円で、いずれも全国平均より高く、初回研修時間は88時間と長時間となっております。コロナ禍以降は大半がオンライン研修に変わり、利便性は向上したものの、研修を受講しても質の向上につながらないとの声もいただきました。こうした負担の重さはケアマネの担い手不足に拍車をかけており、実際に更新研修が原因でケアマネへの就職を断念する人や、資格更新のタイミングで転職退職してしまう人もいると聞いております。人手不足の背景には事務作業や更新研修などの負担増加のほか、そもそも要介護者、要支援者が増加したことや、受験資格が2018年に厳格化され受験者数が減少したことなどが挙げられており、こうした課題への対応が求められております。そこで介護支援専門員の人手不足を解消するために本県としてはどのような取り組みを行っているのか、また今後どのような取り組みにより課題解決に取り組もうとされているのか、併せて知事のご所見をお伺いいたします。質問の第6は災害対応力の強化について3点お伺いをいたします。1点目は避難所の環境水準の向上についてです。日本の避難所の環境の悪さは先進国で最低レベルと言われております。災害や紛争の際の避難所の環境水準を定めた国際基準にスフィア基準があり、多数の被災者が発生した場合の人権、生命を守るための最低限の基準として国際赤十字などが設定したもので、日本の多くの避難所はこの基準からほど遠い状態となっております。能登半島地震では陸路の寸断や断水、停電の長期化などによってトイレが使えない状況が長引き、避難所の衛生問題が深刻化しました。劣悪なトイレ環境は避難生活のストレスを高めたり、急性胃腸炎を招くノロウイルスなどの集団感染の原因となるだけでなく、避難者が水分摂取を控えるためエコノミークラス症候群を誘発するなど、災害関連死の危険性も高めることとなります。災害対策基本法には避難所の生活環境について良好な居住性の確保に努めるよう明記されており、また内閣府は2016年に避難所におけるトイレの確保管理ガイドラインを公表し、
自治体に対策を呼びかけていますが、取り組みは低調となっております。 NPO 法人日本トイレ研究所が昨年全国の自治体を対象に実施したアンケート結果によりますと、災害時のトイレ確保管理計画を策定していると答えた自治体は 24.1%、 策定していないが 75.9% に上っております。災害用トイレの備蓄状況についても、最大規模の災害が発生した場合に想定される避難者数に対して足りる見込みと答えた自治体は 30.7% にとどまります。能登半島地震を受けて多くの自治体が避難所のトイレ対策を強化しており、群馬県はトイレのついた高機能コンテナを整備されます。トイレ対策以外でも岐阜県は循環式シャワーを導入され、和歌山市では避難所になる学校で生活用水を確保するためプールの水を浄化するろ過装置車を導入されると伺っています。各地に整備されている道の駅や公共施設にトイレやシャワー、コインランドリーなどを備えた防災用コンテナを設置し、平時には一般の利用者が使い、災害時に被災地に運んで住民が利用するという取り組みも考えられます。加えてテントや簡易ベッドなども含め、避難所の環境水準を改善するための機材を自治体間で持ち合い、いざという時には備蓄を広域で融通し合う体制を県が主導して県内市長を束ねることも可能と考えます。自治体には被災者にとって良好な生活環境となるよう避難所の環境を整備する責務があると考えます。そこで本県における災害時の避難所でのトイレ対策等の現状と避難所の環境水準を向上させるための今後の取り組み方針について知事にお伺いをいたします。2点目は災害ケースマネジメントの整備促進についてお伺いいたします。国は昨年5月に修正した防災基本計画に災害ケースマネジメントの整備促進を盛り込みました。これは被災者一人一人の被災状況や生活状況の課題等を個別の相談等により把握した上で、必要に応じ専門的な能力を持つ関係者と連携しながら課題等の解消に向けて継続的に支援することにより、被災者の自立生活再建が進むようにマネジメントする取り組みです。支援メニューを用意し、申請に基づき支援を提供するという従来の被災者支援の手法では必ずしも十分に被災者の自立生活再建に結びつかない場合があることから、訪問等のアウトリーチにより被災者の状況を把握し、官民連携のもと多様な課題に対応することで被災者の主体的な自立生活再建のプロセスを支援するものです。能登半島地震では1月25日に発表された被災者支援パッケージにおいて災害ケースマネジメントの取り組みを推進することが明記されました。災害時の政府の支援パッケージに明記されたのは初めてのこととなります。災害ケースマネジメントの実施にあたっては、それぞれの段階で異なる専門的知見が必要とされるほか、多くの関係者が連携して取り組むものであることから、調整や進捗管理といったマネジメントの観点からも平時に体制を構築しておくことが求められています。災害が発生し、市町村が災害ケースマネジメントを実施するにあたっては、県はその実施や実効性をもって円滑に行われるよう広報支援やアドバイスを行うことが求められます。そこで本県での災害ケースマネジメントの整備促進に向けて、県内の仕組みおよび体制の構築にどう取り組もうとしているのか知事にお伺いいたします。3点目は大規模災害時の学校支援チームの設立についてお伺いをいたします。被災地の医療現場に派遣される災害派遣医療チーム DMAT の教育版といえる存在の学校支援チームが能登半島地震で活躍したとの報道がありました。大規模災害時に被災地の教員の負担を軽減し、学校の早期再開などをサポートする教職員チームであり、兵庫県や熊本県、岡山県など全国で5県が設置をしております。能登半島地震の被災地にいち早く支援に入ったのが兵庫県の震災学校支援チームアースであり、阪神・淡路大震災の教訓から2000年に全国で初めて発足し、
昨年度時点で233人の教職員が登録しております。発災から5日目には石川県や珠洲市教育委員会の要請で先遣隊のメンバーが珠洲市内に入り、その後継続的に市内の小中学校や高校に派遣され、延べ103人が現地で活動を行いました。現地の学校のニーズに応え、授業再開に向け瓦礫の処理や図書室の散乱した本の整理などを行い、再開後は登下校の見守りや教員のサポートを担いました。アースが支援に入ることで被災地の学校の教員が本来の業務に専念することができる、児童生徒と接する時間が確保でき、震災で傷ついた子どもに寄り添うことができるといったことが可能になったということです。能登半島地震では遠方各地から支援チームが派遣されましたが、各都道府県にチームがあれば近隣からすぐに被災地に入ることができます。アースなどの支援チームは専門的な研修を受けているため、学校再開や心のケアに関するノウハウを豊富に持っており、また学校のことは教員が一番理解しているという同業者同士の強みもあるため、現場で大きな役割を果たせることが期待できます。広島県教育委員会も文部科学省の要請を受けて能登半島地震の被災地への人的支援を行ったと聞いております。また文部科学省では被災地の学校に教員を派遣する新たな枠組みについて検討を始めたと伺っております。そこで広島県もいち早く学校支援チームを立ち上げ、どこで災害が起きても対応できる体制を構築し、相互に支援し合う仕組み作りに取り組むべきと考えますが、教育長の見解をお伺いいたします。質問の第7は太田川水系の治水機能の強化についてお伺いをいたします。太田川は広島市や安芸太田町など県内4市3町を流れ、その流域内には約102万人が生活しており、流域内の市街地面積はこの30年間で約 3% 増加しております。下流部の市街地には住宅地が集中し、特に下流デルタ域は0メートル地帯となっているため、洪水や高潮によりひとたび氾濫すれば広範囲に甚大な被害を及ぼすことが想定されます。また中流部では狭小な土地に集落が点在しており、集落の背後に山が迫っているといった地形的特徴から、洪水時には避難路となる道路等が冠水し、川沿いに点在する集落が孤立化する恐れがあります。仮に平成30年7月豪雨で記録した降雨が太田川上流域を中心に発生した場合、太田川下流デルタ域および下流部において大規模な浸水被害が発生する恐れがあり、国土交通省では想定される被害額は2兆3620億円、想定被害戸数は5万1410世帯と見積もっております。また河川整備計画の目標規模である年超過確率100分の1程度の洪水が発生した場合、下流部では学校や病院のほか消防署などの防災拠点施設や国道54号、JR 山陽本線などの主要な交通網も浸水する恐れがあります。昨今の気候変動による豪雨の頻発化を踏まえると、早急に対策を講じることが必要です。こうした中、国土交通省では太田川総合開発事業により太田川水系の治水機能の強化に向けて、タルトコダム等の既存ストックを最大限活用する計画を検討した上で、さらなる洪水調節機能の増強が必要な場合にはダムの整備について検討を進めることを公表されました。このことにより洪水調節機能の向上が期待されますが、この調査検討の結果、新規ダムが安芸太田町に建設されることとなった場合、ぬくいダムを例にすると調査設計などに5年、完成までは30年程度がかかると見込まれております。今後の円滑な事業進捗を期待するとともに、頻発化する豪雨に備えるためには必要な対策を並行して講ずることが重要と考えます。県においては流域治水の観点から国や流域関係自治体、特に広島市との連携を強化しながら、太田川のみならず県管理の市政においても遊水地の確保や堤防の整備、かさ上げ、河道の掘削、河道内の樹木の伐採、雨水貯留施設や雨水浸透施設の整備、
洪水の予測情報の迅速な提供などに取り組んでいただきたいと考えております。そこで国が進める太田川総合開発事業も含め、太田川水系の治水機能の強化に向けて今後県としてどのように取り組むのか知事にお伺いいたします。質問の第8は宿泊税の導入についてお伺いいたします。県は新型コロナ感染症の影響により中断していた宿泊税導入の検討を再開され、5月には県内の宿泊客から1人1泊200円を一律で徴収する宿泊税の制度概要草案を発表されました。その後8月には修学旅行などについて、課税 免除対象とすること、特別徴収義務者となる宿泊事業者の負担軽減に向けた措置を新たに講じることが発表され、免税店については引き続き調整中となっております。この件につきましては議会でも現在多くの議論が交わされております。さまざまな財政的課題を抱える中で、観光振興に充てる財源には限界があり、観光振興予算を大きく増額させることが難しい中、法定外目的税である宿泊税に財源を求めることには一定の理解はいたしますが、導入にあたっては宿泊事業者の理解、宿泊税による財源活用の透明性、課税対象となる宿泊者の範囲、県民のみならず来訪者に対する宿泊税の周知と理解が重要であります。安価な宿泊施設にとっては宿泊税の追加により価格競争に不利に働くという懸念があります。宿泊料金が高い高級ホテルではもっと多くの宿泊税を徴収しても良いのではないかという声もあります。また税による財源の使い道が不透明では事業者や宿泊者の不信感を招いてしまいます。2002年から宿泊税を導入している東京都では全額を観光振興施策に充てており、具体的な事業としては Wi-Fi やデジタルサイネージなどの利用環境の整備、都内に5カ所ある東京観光情報センター設置と運営、観光事業者の経営力向上や環境対策への支援などを展開しておりますが、有識者からは宿泊税の使途を分かりやすく示してさらに理解を深めていく必要があるとの指摘があるそうです。この点、県も導入に際しては十分に留意していただきたいと考えます。また先行して宿泊税を導入した大阪府や京都市、福岡市などでは毎年度税を活用した事業の実績を取りまとめ、ホームページ上で公表されているそうです。宿泊税が目的に沿って有効に活用されていることを周知することにより、宿泊税の制度や納付に対する県民や宿泊事業者、宿泊者の理解を深め、制度の安定的な運営につながるものと考えます。この9月議会に条例案を提出された宮城県でも制度開始から3年後、その後は5年ごとに制度を検証される方針と伺っております。宿泊税はあくまでも法定外目的税です。その意味を十分理解する必要があります。市長にとっても貴重な財源となることは間違いありません。市長とも十分な議論を尽くしていただき、皆が納得できる案を示してもらいたいと思います。そこで県内事業者や市長の意見、他の自治体の実施状況等も踏まえ、本県の宿泊税を関係者の理解が得られる制度とするために、今後どのように検討を進めていくのか、また特に県民や宿泊者の理解を得るためには税の使途を分かりやすい形で示すとともに、徴収した税を実際にどのように活用したかを公表する仕組み作りが必要と考えますが、併せて知事のご所見をお伺いいたします。以上で質問は終わります。公明党は今年11月17日に結党60年の節目を迎えます。60年前の結成大会で大衆福祉を政策テーマに掲げた公明党は、以来一貫して大衆に光を当て改革を進めてまいりました。しかし今我が国は人口減少、少子高齢化をはじめとする社会構造の変化に直面しております。党の強みである小さな声を聞く力、国と地方のネットワークによる政策実現力をこれまで以上に発揮し、時代に合った大衆福祉を実現してまいります。これまで党を支えてくださったすべての皆様に感謝を申し上げるとともに、
と創立者が示された大衆とともにとの立党精神を今一度胸に刻み、新たな時代への前進を開始してまいります。ありがとうございました。当局の答弁を求めます。知事、湯崎秀彦君。まず、被爆80年の広島県の取り組み方針についてお答え申し上げます。ロシアによるウクライナ侵略が長期化するなど、核兵器を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、国際社会では多くの国が核抑止への依存を高めつつあり、核兵器使用のリスクはこれまでになく高まっていると考えております。一方で、被爆80年を迎える令和7年は被爆地広島への注目が一層高まるとともに、国連においては現行の持続可能な開発目標の次の目標に向けた議論が本格化していくことが見込まれます。本件におきましては、これまで核兵器のない平和な世界の実現に向けて策定した国際平和拠点広島構想に基づき取り組みを進めてきたところでございますが、この被爆80年の機会を捉え、非人道性、安全保障、そして持続可能性の3つのアプローチにより進めている核廃絶に向けた取り組みをさらに強化し、国際社会における具体的な動きにつなげてまいりたいと考えております。まず、非人道性アプローチにつきましては、世界的に著名な各界のリーダーや次世代を担う若者の広島訪問を通じて被爆の実相を理解し、世界に広く伝えていただくことに大きな意義があると考えております。特に来年はさまざまな国際会議の広島開催が計画されており、中でもノーベル平和賞を受賞したパグウォッシュ会議の世界大会につきましては、20年ぶりとなる広島開催が決定されたことから、本件におきましても広島市と連携しながら支援について検討したいと考えております。次に、安全保障アプローチにつきましては、核抑止に代わる新たな安全保障の在り方について、これまでの研究活動を強化するとともに、各国政府関係者や研究者等への直接的な働きかけにも取り組んでまいります。また、持続可能性アプローチにつきましては、国連の次期開発目標に核兵器廃絶が位置づけられることを目指し、各国政府関係者をメンバーとする核軍縮と持続可能性に関するフレンズ会合の立ち上げに向け、各国政府へのアウトリーチ活動を展開してまいります。さらに、持続可能で平和な社会の実現には経済界の貢献が不可欠であるため、国内外から影響力のある各界のリーダーにご参加いただき、大きなインパクトを与える世界平和経済人会議の開催準備を行っているところでございます。また、こうした取り組みの推進と合わせて、世界のあらゆる人々が核兵器廃絶を人類共通の喫緊の課題として捉え、自分事として考え行動するよう、私自身が先頭に立つほか、被爆地広島を訪れる各界のリーダーや人材育成プログラムに参加する若者などとともに、さまざまな機会や手段を活用して、被爆地広島の願いをより一層広く発信してまいりたいと考えております。被爆80年にあたりましては、広島の持つ平和のメッセージ性を最大限に生かしながら、核廃絶に向けた3つのアプローチの取り組みをさらに進め、国内外からより多くの賛同を得ることで、国際平和拠点広島構想に掲げる核兵器のない平和な世界の実現に向けた弾みとなるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。次に、人口減少対策の今後のビジョンについてでございます。人口減少問題は、生産年齢人口の減少による経済活動の縮小にとどまらず、
高齢世帯の増加による社会保障負担の増大、さらには医療機能や交通、生活交通の確保などの日常生活を支える機能の低下など、県民生活に深刻な影響を与えるものであることから、本県の将来像を描く上で極めて重要な課題でございます。一方で、こうした不可逆的な人口減少や少子高齢化による労働人口の縮小といった厳しい環境は、AI を活用した飛躍的な生産性向上や新たな付加価値の創出などにつながるイノベーションを起こしうる好機でもあると考えられます。このため、安心誇り挑戦広島ビジョンの見直しにあたりましては、こうした厳しい人口の将来展望をお示しするとともに、そうした環境においても県民の皆様の豊かな暮らしを実現する新たなイノベーションを創出できるよう議論を深めていく必要があると考えております。またこうした見直しの議論にあたりましては、市長、関係団体、産業界などの代表者のほか、さまざまな分野の研究者や地域づくりの実践者などを委員とした広島県総合計画審議会などの場で検討を行うとともに、県議会によるご審議やパブリックコメントの実施による県民の皆様のご意見などを最大限反映できるよう努めてまいります。今後こうした議論を積み重ねまして、県民の皆様や県内の事業者をはじめとするさまざまな主体と連携して、広島に生まれ育ち住み働いてよかったと心から思える広島県を作り上げてまいります。次に、地元に残る若年層への支援についてでございます。本県におきましては、平成22年に策定した広島未来チャレンジビジョンから一貫いたしまして、県民の皆様一人一人が夢や希望に挑戦でき、希望を叶えられると感じることのできる社会の実現を目指しているところでございます。とりわけ本県の将来を担う若者に対しましては、県外の新たな場所で挑戦したいという方には、その希望をしっかりと後押ししていくとともに、広島で働きたい、住み続けたいと願う方には、本県におきましてその希望を諦めることなく実現できる環境を整備してきたところでございます。県におきましては、これまで県内の生徒学生の地元就職の促進や定着に向けて、地元企業を知るための出前講座の実施や、広島労働局などの関係機関と連携した地元企業とのマッチング、企業支援型の奨学金返済支援制度の実施などを行ってまいりました。しかしながら、県の人口移動統計調査における本県の就職を理由とした転出入の状況は、20歳から24歳では大幅な転出超過に歯止めがかかっておらず、15歳から19歳におきましても転入超過ではあるものの、近年その数が減少している状況となっております。このため、現在行っております若年層の社会減少要因調査におきまして、若者が県外を選択する要因などを洗い出し、既存施策のさらなる磨き上げや新たな取り組み検討など、本県の社会減対策の再構築に取り組んでいくこととしております。こうした社会減対策の推進にあたりましては、県だけでなく市長や経済界などあらゆる主体が一丸となって取り組んでいく必要がございます。市長との連携につきましては、とりわけ人口流出を防ぐダム機能を期待する広島市、福山市とともに、より実効性の高い社会減対策に取り組んでまいりたいと考えております。また経済界におきましては、本県も参加しておりますカラフルで魅力的な働くを創出する企業ネットワークハタフルにおいて、仕事における働きがい、働きやすさの追求や、広島で働く人の出会いや学び合いの支援を広島県内の企業へと広げていくなど、若者が理想とする働く場を作っていく取り組みが動き出しております。今後社会減対策を再構築し、市長や経済界などとも連携しながら、広島県を選択した若者にとって働きやすく充実した生活が送れるよう、オール広島で応援していく環境を作り上げてまいります。次に、避難所の環境水準の向上についてお答え申し上げます。避難所におけるトイレを含めた環境整備は、
被災者の健康を守る上でも重要であり、避難所を開設する市長とも連携して取り組む必要があると考えております。このため本件におきましては、令和4年に作成した避難所開設運営マニュアル作成ガイドラインにおいて、レイアウトの工夫や備品設置などによる衛生管理や感染症防止対策、スフィア基準に基づくトイレの必要数や適正配置などを分かりやすく解説し、市長の取り組みの推進を図っているところでございます。さらに同年、本県が作成した災害応急救助物資の備蓄調達方針に基づき、簡易トイレやオストメイトトイレの備蓄、民間倉庫での分散備蓄、販売事業者を活用した流通備蓄、レンタル業者との協定締結による仮設トイレの確保など、県と市長それぞれにおいてトイレの備蓄が進められておりますが、現時点では備蓄目標数に到達していないため、より一層確保に取り組んでまいります。また能登半島地震の課題を踏まえ、国においてトイレ環境も含め被災者に寄り添った支援体制を強化するため、スフィア基準も踏まえた避難所運営の在り方などの見直し、災害時に活用可能なトイレカーなどの登録制度の創設などが検討されているほか、本件におきましても災害関連死ゼロを目指すため、トイレを含む物資備蓄や避難所環境の整備などの在り方について、能登半島地震を踏まえた被災者支援の強化に向けた地震防災対策検討会で議論しているところでございます。過去の経験から得られた教訓も踏まえながら、引き続き市長とも連携し、避難所の環境水準の向上を図ってまいります。次に宿泊税の導入についてでございます。宿泊税導入の検討にあたりましては、導入の必要性をはじめ、県内市長の取り組みも含めた税の使途や税制度などについて、宿泊事業者や市長などの関係者から丁寧にご意見を伺いながら調整を進め、県民の皆様や関係者の理解を得ていく必要があると認識しております。このため先行自治体の調査や宿泊事業者などにヒアリングを行いながら、今後の観光振興施策や税制度の素案などを本年5月にお示しし、その後も市長との意見交換会の開催や市長と宿泊事業者へのアンケート調査などを行ってきたところでございます。これまでいただいたご意見などを踏まえ、先月には改めてこれまでの取り組みの成果と課題などを踏まえた今後の本県の観光振興施策の方向性や、新たな財源を活用した取り組み案などと合わせて、それまで調整中としていた課税免除について、学習指導要領に定める修学旅行、林間学校、野外活動を対象とする方向についてお示ししたところでございます。引き続き他の自治体の実施状況なども踏まえつつ、宿泊税の使途や税制度について市長や宿泊事業者などの関係者から丁寧にご意見を伺いながら、宿泊税導入に向けた検討を進め、できるだけ分かりやすくお示しし、県民の皆様や関係者から十分な理解を得られるよう努めてまいります。また導入後につきましては、税の透明性確保の観点から、毎年度徴収額や施策の実施状況などについて県議会へ報告するとともに、ホームページなどで公表することや、税の導入の効果などの検証を行い、それらを踏まえ一定期間ごとに制度の見直しを行うことについても検討してまいります。宿泊税の導入は観光を県経済の成長を支える産業の一つとしていくために不可欠であると認識しており、今後も県議会をはじめ関係者に対し丁寧な説明をし、しっかりと議論を重ねてまいりたいと考えております。その他のご質問につきましては、担当説明員より答弁させていただきます。健康福祉局長、北原加奈子君。
私からは4点回答申し上げます。まず結婚を望む若者への支援についてでございます。複数の部局にまたがる質問でございますが、代表して私から答弁を申し上げます。若者の結婚の希望を実現しやすい環境を整備するためには、ライフサイクル全体を通した経済的基盤の強化などにより将来にわたる展望が描けるよう後押しすることが重要と考えております。そのため本件におきましては、若者の経済的自立に向けたきめ細かな就業支援、保育サービスの充実やテレワークの導入といった働き方改革の推進など、働きながら子育てしやすい環境づくり、出産や育児等により離職した女性の再就職の支援や男性の育児休業の取得促進等による、男女が共にライフイベントと両立しながら働くことができる環境づくり、県営住宅への新婚・子育て世帯の入居の優遇措置などに取り組んでいるところでございます。またこれから結婚というライフステージを迎える若い方に、ライフデザイン啓発サイトを通じて早い段階から人生設計を考える機会を提供するとともに、就職・妊娠・出産・子育て等にかかる支援策や相談窓口の情報、データに基づいた知識等を提供することで、若い世代が将来のライフデザインを描けるよう支援しているところであり、今後さらにライフステージに応じた経済的支援制度の見える化に取り組んでまいります。引き続き結婚を望む若者の希望の実現を後押しできるよう、若い世代の経済的基盤を安定させるための支援の強化も含め、若者のニーズを踏まえた支援について検討してまいりたいと考えております。続きまして、単身高齢者対策についてでございます。こちらも複数の部局にまたがる質問でございますが、代表して私が答弁申し上げます。今後増加が見込まれる単身高齢者をはじめ、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、ご本人の意思決定を尊重することに加え、安心な住まいの確保を含めた地域包括ケアシステムの質を向上させることは重要と考えております。このような中、本年6月には国におきまして、民間事業者が主に一人暮らしの高齢者などを対象とした身元保障や財産の管理、死後事務などを有償で提供する、いわゆる高齢者等就寝サポート事業に関するガイドラインが作成をされたところでございます。本件におきましても、市長や高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターと関係機関に対し、高齢者の皆様が契約トラブルなどに巻き込まれないために、このガイドラインを参考にして注意喚起や情報提供などを行うよう周知をしているところでございます。また身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するための支援につきましては、今年度から国において総合的な支援パッケージを提供する仕組みをモデル事業として開始をしているところであり、このモデル事業の成果や国の動向を注視してまいります。賃貸住宅への入居につきましては、孤独死や家賃滞納などの課題により単身高齢者が拒まれやすい状況にあり、貸し手と借り手のいずれもが安心して利用できる仕組みや、入居後も安心して生活できるサポート体制の構築など、住環境の整備が重要な課題であると認識をしております。このため本件におきましては、広島県居住支援協議会を設立し、市長や関係事業者、居住支援法人などと連携した制度の普及啓発を普及啓発を図りながら、貸し手と借り手をつなぐ賃貸住宅のマッチングなどを支援をしております。さらに住宅セーフティーネット法が本年5月に改正され、居住支援法人が ICT による安否確認等を行う居住サポート住宅の認定制度などが創設されたところであり、これらの制度が適切に活用されるよう普及啓発に努めてまいります。今後とも市長や関係団体等と連携し、高齢期になっても健やかに自分らしく輝き、住み慣れた地域で安心して暮らせる仕組みや循環境の整備に取り組んでまいります。続きまして、介護支援専門員の人手不足対策についてでございます。高齢化の進展に伴い、今後も介護需要の拡大が見込まれる中、地域に必要な介護サービスを安定的に提供していくためには、介護保険制度の根幹であるケアマネジメントを担う介護支援専門員を継続的に確保していくことが重要であると認識をしております。介護支援専門員の確保定着は全国的な課題であり、国は今年度から新たに検討会を設置し、受験者数の増加や離職防止、介護支援専門医の仕事の魅力の発信など、人材確保・定着に向けた方策の検討を進めているところでございます。
本件におきましても、これまで介護支援専門医の業務効率化と負担軽減を図るためのデジタル技術の導入支援、法定研修の受講料負担を軽減するための教育訓練給付制度の活用促進などの取り組みのほか、国に対しましては全国知事会を通じ介護報酬の処遇改善加算の拡充など処遇改善に関する要望を行ってまいりました。これらに加えまして、近年介護支援専門医の不足感が急速に高まってきたことから、本件における人材不足の実態やその要因、課題等を把握し必要な対策を検討するため、本年8月に広島県介護支援専門医協会と連携し、施設・事業所や介護支援専門医を対象とした独自の調査を実施をしたところでございます。調査結果につきましては現在集計を行っているところでございまして、国の動向などを踏まえた上で介護支援専門医の確保・定着の促進に向けた方策を検討し、必要な取り組みを進めてまいります。続きまして、災害ケースマネジメントの整備促進についてでございます。被災された方が日常の暮らしを取り戻されるまでのプロセス全般にわたって、さまざまな関係機関等が連携して切れ目なく継続的な支援を進める災害ケースマネジメントは、被災者が直面する個々の課題を解決して早期の自立と生活再建を実現することはもとより、災害に起因する心身の不調などの二次被害を防止する上でも重要であると認識をしております。こうした被災者一人一人のニーズを捉えてきめ細かく継続した支援を届けるには、保健・医療・福祉の専門機関をはじめ地域生活を支えるさまざまな関係機関等が連携して支援にあたり、支えることができる体制や仕組みが構築され、災害が発生した際にはその機能が効果的に発揮されることが必要であると考えております。このため本件におきましては、大規模災害発生時には保健医療福祉活動に係る総合的な調整を行う保健医療福祉調整本部を設置し、各種の専門職チームを派遣する体制を速やかに構築できるよう、平時から関係機関との連携強化などに取り組んでいるところでございます。加えて平成30年7月豪雨災害を契機として、自宅の修繕や財産整理等の支援ニーズに応じて各種の専門家を派遣することができるよう、関係団体と協定を締結し有事に備える体制を整えております。また市庁におきましては、平時から課題を抱える住民を早期発見し、その解決が図られるよう、さまざまな関係機関が分野や制度の枠を超えて連携する包括的な支援体制づくりが進められているところであり、県といたしましては被災者が日常の生活に戻るまで継続的な支援が行われるよう、市庁への研修等を通じて地域での見守りや各種相談支援等の支援力の強化に向けた取り組みも進めております。自然災害が激甚化・頻発化している中で、被災者を支える体制の強化は一層重要性を増しており、今まで培ってきた仕組みも生かしつつさらなる充実が図られるよう、引き続き国の方針等を踏まえながら市庁や関係団体とも連携し、災害ケースマネジメントの整備に向けた取り組みを進めてまいります。商工労働局長、梅田康雄君。私からは2つの質問にお答えいたします。まず持続的な成長を可能とする中小企業支援策についてお答えいたします。中小企業につきましては、事業所数や雇用者数の大半を占めており、本県経済の発展には中小企業の持続的成長が不可欠であると認識しております。一方で中小企業を取り巻く環境は人手不足や原材料価格の高騰などにより厳しい状況が続いており、今後の成長に向けましては働き方改革などによる労働環境の整備やデジタル技術の導入などによる生産性の向上が必要であると考えております。このため本県におきましては、労働環境の整備の観点からテレワークやフレックスタイム、短時間勤務制度など
時間や場所にとらわれない柔軟な働き方への理解を促進するセミナーの開催や、働きがい向上に資する従業員の心理的安全性を高める研修を行った上で、その効果検証を行うとともに、新たな取り組みの行動計画書を作成するまでの一連の経費に関して補助を行うなど、中小企業における働き方改革の取り組みを支援しているところでございます。また生産性向上の観点からは、 AI や IoT の導入など DX の推進をはじめとした設備投資の促進、高付加価値商品の開発・販路開拓等のチーム型支援などに加えて、人材に対して積極的に投資を行い、その活躍を引き出すことで企業の業績向上につなげる人的資本経営の促進に今年度から重点的に取り組んでいるところでございます。今後も支援機関などと連携しながら、中小企業の課題の把握に努め、適時適切に支援策を講じることで中小企業の持続的成長を図り、本県経済の発展につなげてまいります。次に障害者雇用の環境整備についてお答えいたします。県内の障害者の雇用状況につきましては、昨年度初めて法定雇用率を達成した企業割合が5割を超え、雇用障害者数、実雇用率ともに増加しておりますが、今後は引き続き障害者雇用に取り組む企業の拡大を図るとともに、障害者が意欲的に働き定着できる環境整備に力を入れていくことが重要であると考えております。県が実施した職場環境実態調査の結果によりますと、企業が障害者雇用を進める上での課題として、障害者に適した業務がないことが最も多く挙げられており、障害の特性に対する理解や雇用のノウハウが不足していることが考えられます。このため県におきましては、セミナーや見学会を開催し、業務の切り出し方やサポート体制など参考となる実例の提供を行うとともに、障害者雇用の優良企業表彰の実施、障害者雇用制度や支援策等をまとめた冊子の配布等の幅広い情報発信などに取り組んでいるところでございます。さらに障害者の雇用と就職後の定着を促進するため、県内8カ所に設置している障害者就業生活支援センターにおきまして、ハローワークや教育機関、福祉施設等と連携して、適性に合った職場探しや実習体験、就職に向けた準備や就職活動支援、企業への助言等定着に向けた支援を行っており、障害者の就業面と生活面を総合的に支援する地域の身近な相談窓口として、より一層利用いただけるよう周知にも取り組んでおります。こうした取り組みとともに、障害者雇用に関連する各種助成制度、障害者の状況に配慮した仕事の割り振りや指導方法を提案するジョブコーチの派遣制度など、国の支援策につきましても情報発信の強化を図り、積極的な活用を促してまいります。引き続き国や関係機関と連携しながら、障害の有無にかかわらず誰もがその能力と適性に応じて働くことができるよう、障害者の雇用促進や定着に向けた環境整備に取り組んでまいります。土木建築局長、上田隆博君。大田川水系の治水機能の強化についてお答えいたします。近年の気候変動により激甚化頻発化する水災害に対応するため、本県におきましては流域全体のあらゆる関係者が共同して取り組む流域治水プロジェクトを県内すべての流域で策定し、流域治水を強力に進めているところでございます。
このうち太田川水系につきましては、下流域において人口、産業、都市機能などが集積し、県全体の発展を牽引する中枢拠点を抱えていることから、早期に治水安全度の向上を図っていく必要があると認識しております。このような中、国におかれましては、今年度から太田川総合開発事業に着手され、洪水調節機能の増強の調査、検討が進められており、県といたしましては、早期の治水安全度の向上に向けた十分な調査、検討が行われ、関係市長や地域住民等の理解が得られるよう、国との定期的な会議などにおいて、情報共有や意見交換を行っております。また、県管理河川につきましては、広島川づくり実施計画2021に基づき、三朝川の災害復旧助成事業や、京橋遠江川の地震高潮対策事業などの河川整備を進めるとともに、新安川においては、排水能力の増強、公園及び学校グラウンド等における雨水貯留施設の整備など、総合的な浸水対策について検討を進めているところでございます。引き続き、地域の皆様が安全安心に暮らすことができるよう、流域治水の考え方に基づき、国、市長など、流域全体のあらゆる関係者と連携しながら、太田川水系における治水機能の強化に向け、取り組んでまいります。教育長、篠田聡君。大規模災害時の学校支援チームの設立についてお答えいたします。災害発生時におきましては、心身の安全を確保した上で、学校教育活動を早期に再開し、児童生徒等の学びの機会を確保することが極めて重要であると考えております。しかしながら、大規模災害発生時には校舎等の被害はもとより、教職員自身も被災し、学校再開を担う人材が不足することも考えられることから、被災地以外の教職員の協力を得て学校再開等に取り組むことが有効であると認識しております。こうした中、本年8月には文部科学省から能登半島地震の対応を踏まえ、今後の大規模災害の発生に備えた被災地における学びを確保するための教職員の派遣の枠組みについて、中間まとめが示されたところでございます。この中間まとめでは、被災地の子どもたちの学びの継続や学校再開に資する人材を派遣する枠組みとして、文部科学省からの職員派遣や被災地外からの学校支援チームの派遣のほか、文部科学省の調整による被災地外からの応援教職員及びスクールカウンセラーの派遣を進めることとされております。能登半島地震における本件の対応といたしましては、文部科学省からの依頼を受け、1月26日から3月10日までの45日間、被災した中学生の二次避難施設に延べ27名の指導指示等を派遣し、夜間の巡回や自主学習等の見守り、生活支援を行うなど、中間まとめで求められている役割を担うことができたものと考えております。教育委員会といたしましては、能登半島地震における職員派遣の経験も生かし、今後、文部科学省において示される予定の最終まとめなども踏まえ、学校支援チームの設置を含めて、どこで災害が起きても対応できる相互支援の在り方や体制について検討を進めてまいりたいと考えております。この際、暫時休憩いたします。午後の会議は1時から開きます。